モード・バレリー・ホワイトは、フランス生まれのイングランド人の作曲家。湧き出るような自然な旋律と、楽章の印象的な展開、創意に富んだ書法の伴奏によって、リザ・レーマンと共に、ビクトリアーサで最も成功した英語歌曲の作家となった。中産階級の両親の下に、ノルマンディのディープに生まれるが、まだ1歳の時に家族と共にイングランドに移る。幼児期をイングランドの他に、ハイデルベルクやパリで過ごし、早くからピアノをたしなんだ。17歳で、すでに諸女作を作曲している。ロンドンで、オリバー・メイに作曲を、トーキーで、大尉法と火星法をロクストロに指示。不肖武将の母親を説き伏せて音楽活動を職業として極める許可をもらった後に1876年に王立音楽院に進んだ。在学中は作曲法をジョージ・マクファーレンに指示しながら英語詩やドイツ語詩、フランス語詩に曲付けした。1879年に女子学生としては初めて栄えあるメンデルスゾーン奨学金を授与された。父親には少女時代に先立たれていたが、母親が1881年に亡くなると、ホワイトは打ちひしがれ、チリに出向いて自分の姉妹と同居し、立ち直りと健康回復を図った。1882年にロンドンに戻るや、稲や職業音楽家並びに作曲家としての活動に身を投じた。ピアノを指導したり、歌曲を作曲して、音楽の夜会などで上演したりすることによって、身を立てた。その後は、語学力を活かして、小説や、戯曲の翻訳家として、生計を立てている。1883年に、半年間ウィーンに留学して、ロベルト・フックスに師事する。フックスは、器楽曲の分野にまで手を広げるように説得したものの、失敗に終わり、ホワイトはあえてその分野を制覇しようとしなかった。研究者のスーザン・フラーが言うように、当時のホワイトの楽曲は、言葉に対する、行き届いた配慮と広がりのある旋律、推進力のある、リズム感覚、あからさまなカデンツの回避が、特徴的である。このような特色は、バイロンの、妄想ゾロ歩きはよしにしよう、ソイール豪農のア・エー・ロービングの曲付けに認められる。この歌曲は今なお愛唱される、ホワイトの一番の代表作であり、ハーバート・ビー・アボーム・トゥリーに検定されている。シェリーの詩による、僕の心は魔法をかけられた小舟、マイ・ソウル・イズ・アン・エンチャンテッド・ボートを、フラーは、最も優れた、英語歌曲の一つと評している。その後1890年代にホワイトの作曲様式は発展して変化し、世界旅行で知った音楽の要素を取り入れるようになる。ドイツリートの様式を自作において実現させようと、ますます模索した。バレエ、見入られた心、ザ・エンチャンテッド・ハートは、ロシアのバレエ音楽の影響を示している。さらに、新世紀に入ってからも、作風は一層印象主義に近づき、即興的な動機や、空4度や、空5度の反復音型によって夢見るような曲調を作り出している。ビクトル・ユゴーによる、見えざる、横笛、フランス語、ラフルート・インビジブルや、ポール・ベルレーヌによる、暖炉、フランス語、レ・ホワイエはその恒例である。その他の成功した歌曲に、夢に来ませ、カムツーミー・イン・マイ・ドリームスや、クピドたちは互いにうなだれて、イキューピッズドラップ1リトルヘッド、その時まで、アンティル、メアリー・モリソン、僕の心は魔法をかけられた小舟、マイソールイズアンエンチャンテッドオボートが挙げられる。後半生には2つの回想録を発表している。すなわち、1914年に出版された、友と思い出と、1932年に出版された、穏やかな老後である。演奏会を組織して、自作の演奏を続けており、多くの講演者や学生、演奏家、擁護者たちの協力で、ホワイトの作品は、イギリス音楽の政党として、普及の名声を得た。1937年に82歳で世を去った。モード・バレリー・ホワイトの歌曲は、第一次世界大戦前から、往年の名歌手によって録音されてきた。中でも、メアリーに、ツーメアリーは、テノール歌手ベン・デービスによって少なくとも3度、録音されている。また、最も有名な、妄想ゾロ歩きはよしにしよう、ソウィール・ゴー・ノー・モア・エー・ロービングと、今はまだいない、アブセント・イエット・プレゼントは、当時のテノール歌手の第一人者、ジェルベーズ・ケアリー・エルウィスが第一次大戦前に録音した。エルウィスは、夫人ともどもホワイトの友人であり、ホワイトは、演奏会では、エルウィスの伴奏者を務めた。ありがとうございます。